こんにちは、キューブです。2017年明けましておめでとうございますと同時にご無沙汰しておりましたっていう感じですかね。チャンネルキューブ的にはおそらく丸1ヶ月ぐらい空いたんじゃないかと思いますけど、ですね、ツイッターの方には書かせていただいたんですが、去年の年末ちょっと忙しいことが突然起きて、なんとかそれを終えて年内に動画出してから終わりにしたいと思ったんですが、あえなくそのまま年末年始に突入して1ヶ月空いてこの動画という形になってしまいました。すみません。ちょっと長く空いてしまった&その間に年も改まってしまったんで、少し近況報告をさせていただきたいと思います。ちなみにですね、動画のタイトルになっている件に関する情報をいち早くご覧になりたいという方は、こちらの分数までシークバーで飛んでいただければ、そこからご覧になれます。さて、ツイッターアカウントの方フォローしていただいている方はともかく、動画だけでチャンネルキューブをご覧になっていた方にとっては、突然何の音沙汰もなくなったまま1ヶ月時間が過ぎたみたいになっていて、結構いろいろな方からですね、体調崩されたんですかとか、やる気なくなったんですかみたいな感じのご心配をいただいてしまうことになって、そこはすみませんでした。ですね、全くそういうことではありません。ツイッターの方には少し書かせていただいたんですが、ちょっと年末にですね、部屋を急ぎ片付けないといけないっていうタイミングがあって、そのせいでそちらをちょっと最優先でやらないといけなかった&そのまま年末年始に突入したっていう感じですね。というかですね、忙しくてなかなか動画が作れない間も、自分の動画出したい欲求が高くなりすぎて、外にいる間も何か動画に貢献するようなことが準備できないかと思って、いつもなら絶対使わないようなものすごい詳細に書かれた台本を無駄に外で作ってしまったりとか、あるいはですね、年末年始はまあ実家へ戻ったんですけど、実家へプラモデルの箱を2つも3つも持って戻って、夜中にレビュー用のプラモデルをいくつも組み立ててみたりとかですね、まあいろいろそういうことをやったりして、動画に時間を使えなかったながらも、一応細々としたことは隙間の時間を見つけて準備したりしていました。ということでですね、今回の動画は何か一つのレビューという形ではなく、その時間をいただいていた間にどんなことが進んでいたのかみたいなことを少しトーク形式でご紹介していきたいと思います。ご紹介したい話題は全部で3つあります。まず1つ目、ですね、去年の下旬くらいから非正規アイテム、まあトランスフォーマー系の非正規アイテムを扱っているアイアンファクトリーさんというメーカーのサンプルをいただいて、そちらをご紹介することが何回かあったんですが、おかげさまでですね、他のメーカーさんからも打診をいただきまして、結構サンプルが去年の12月あたりに届きました。しかもですね、結構な数が届いたので、全部ご紹介できるかはちょっとわからないんですが、できるだけ動画にしていきたいなと思っています。中でも一番最初にレビューすることになると思われるアイテムがこちら、トイワールドさんというメーカー。まあトイワールドという名前は昔から非正規ご存知の方にとっては意外と有名かもしれませんね。今や老舗のメーカーと言ってもいいぐらいの歴史を持つと思います。そしてレビューするアイテム名が何かというと、こちら TWM01 プリムオライオン、プリモリオンと読むのかもしれないですけど、まあ造語ということで正しい読みはちょっとわかりません。ですが、まあこちらの絵を見ていただくとわかりますね。こちらはですね、マスターピースコンボイっぽい人ということになります。別にマスターピースのコンボイってもう本家のものがだいぶ前からあるんで、それで十分だよって思う方いらっしゃるかもしれませんが、実はですね、こちらのマスターピースコンボイっぽい人はただの公式設定に忠実なコンボイではなく、スタジオオックス版の設定原画を再現したマスターピースっぽいコンボイということになっています。スタジオオックスという名前を今言われてそれだけでピンとくるという方どのぐらいいらっしゃるか、かなり未知数なんですけど、ですね、スタジオオックスというのをざっくりご説明すると、あのですね、初代とか2010とかそのあたりのアニメが放送されていた当時、現役で放送されていた当時に、自動紙のテレビマガジン、まあテレビマガジンって今でも売ってますけど、テレビマガジンの当時の雑誌の中に、アニメの中の緩めの作画とは全く似ても似つかない当時の日本のテレビアニメの最先端のプロポーションにアレンジして書き直された、書き下ろしのトランスフォーマーたちのアートが何度も載っていたことがあるんですよね。そのアートを専任で担当していたのがさっき名前の出たスタジオオックスで、スタジオオックスはですね、そういったハイディティールにリアレンジされた書き下ろしを作るために、テレビアニメとは別の書き下ろしのアート用の設定を起こしていたんですよね。その設定に書かれた若干ハイディティールでプロポーションの良くなったコンボイ司令官っぽいディティールを継承してマスターピースっぽくしたアイテムですね。マニアックすぎるだろうってちょっと思っちゃうんですけど、まあ G1 今中国の方ですごく人気らしいんで、こういうアイテムも需要があるんでしょうね。
ちなみにですね、そのスタジオオックスの作ったコンボイ司令官の設定画というのを今見ようとすると、ネットで検索すればまあ出てくるかもしれないですけど、書籍だとトランスフォーマービジュアルワークスっていうのに一度まとめられたことがありますね。でももう出たの結構昔になる上に、今だと割とアーカイブ的に価値が出ているので、 Amazon とかだとまあ項目はありますけど、マーケットプレイスにとんでもない高い値段でちょっと出ているだけみたいになっていて、なかなか入手は難しいんじゃないかと思いますが、まあでも当時の雑誌見たことある方は、ああ、あれねって結構ピンとくるかもしれませんね。そういう若干ハイディティールになったコンボイ司令官です。まあどういう違いがあるかとかに関しては、レビューの時に詳しくご説明します。そしてご紹介する話題の二つ目。ですね、先ほどの近況報告の中で、実家へわざわざプラモデルを持って帰ってそこで作ったという話を少し出したんですが、一体何を持って帰って組み立てていたかというと、ツイッターでは少しご紹介させていただいたんですが、こちら。マクロスのプラモデルですね。最新のマクロスデルタよりバンダイの変形するプラモデル 1/72SV262 ドラケン3の白騎士キース専用機。これ発売からもう 4,5 ヶ月経つと思いますけど、組み立ててみたっていう方いらっしゃいますかね。正直個人的にマクロスのプラモデルだいぶ久々に作ったんですけど、これやばいですね。こちらのドラケン3は変形プロセスの再現かなり頑張っていて、ランディングギア3つが取り外し式だっていうこと以外は、ファイターにするとき両拳を外す必要があるっていう以外ほぼ完全再現になっているんですけど、ドラケン3はバルキリーの歴代の機体の中でもかなり変形が変態変形なんですよね。にもかかわらず安定感のあるファイターとかウォークがかっちり決まるようになっていて、まあかっこいいかどうかっていうその見た目の話をする以前に、もう組み立ててみるとわかるんですが、変形の精密な構造の巧みさにですね、もうため息が出るっていうレベルですね。よくこれ放送期間中に発売間に合わせたなっていうような、ものすごいもう開発者の執念のようなものを感じますね。しかも超合金版の方はまあ完成品なので、組み立ての難易度みたいなところは度外視して製品化できると思うんですが、こちらは誰でも作りやすいようにある程度組み立てに配慮しないといけないという側面があると思うので、そういったことを考えつつこの変形の再現度っていうのは本当にすごいと思います。こちらのドラケン3はキャラクタープラモということで、例えば艦船模型とか航空機模型みたいなミリタリーの本格的なプラモデルとは違って、誰でも割とニッパ一つのスナップフィットで組み立てやすくなっている必要があると思うんですが、実際の構造は今言った航空機模型なんかよりもはるかに複雑な構造を持っているわけなので、スナップフィットのパチ組みが誰でもできるような組み立て難易度でありながら、本物の航空機模型に近いシルエットを持ち、かつ非常に複雑な変形を精密なやりやすさを伴いながら実現しているっていう、これはですね、なんていうか、近頃バンダイのプラモデルあまり組んだことがないっていう方はちょっと買って組んでみたらいいと思いますね。こんなになってんのか最近のプラモデルって思うぐらい、もう驚くべき構造と驚くべき精度を持ってますね。いや、これは本当にですね、組み立てている最中も夜中に実家で何度もすげーすげーって声出しながら組み立てる感じでしたね。これは本当にすごいと思います。ちなみにですね、カラーリングに関して割とアニメの劇中の感じ再現できているように見えるかもしれませんが、これはですね、塗装みたいなことは一切してないです。普通にニッパ一丁、接着剤も使わない本当のパチ組みにシールを貼っただけでこのぐらいのカラーリングになります。といってもまあこれだけ細かいカラーリングなわけなので、かなりの枚数のシールを貼る必要があって、ガンプラのシールとかに比べるとかなりもう比較にならないぐらいの枚数のシールがありますね。そこだけは若干気合を入れて取り組まないといけないかと思います。まあこちら数日中にすぐご紹介というわけにはちょっといかなくて、最初に出すのは先ほども言ったようにサンプルの動画になるとは思うんですが、こちらもせっかく組み立てたのでできるだけ早くご紹介したいですね。いや、このドラケンは本当にプラモデルでこれだけの精度だったら、超合金がどんなことになっているか今から3月が楽しみですね。さて、いよいよご紹介する話題の最後、3つ目。この動画のタイトルにもなっている上に、先ほどから見えていてすでにお気づきの方も多くいらっしゃると思いますが、こちら。そうなんです、実は今着ているこちらのこの黒いパーカーはですね、普通の市販品ではなくて、自分のチャンネルアート、ここにオリジナルであしらったチャンネルキューブパーカーになっています。チャンネルキューブはですね、もうご覧いただいてお分かりの通り、自撮り型のアングルのレビューチャンネルであるにもかかわらず、いつものレビューで着ているものが毎度毎度全くの私服になっていて、なんとかしなきゃと前々から思ってはいたんですよね。と言っても、まあ初期の動画の方はですね、グリムロックパーカーみたいな、まあ市販品ながらも一応チャンネルのトレードマークになるような特徴的なパーカーを着ていたんですけど、
あれがですね、完全にグリムロックを真似ている上に胸にでかくオートボットのエンブレムが入っているので、あれ着てトランスフォーマー以外を紹介するとちょっと変な感じになってしまって、いろいろ幅広くやる上で使いづらい時があったんですよね。なのでチャンネルのロゴみたいなものがもう少し皆さんに浸透してきたあたりで、チャンネルロゴをあしらったなんか専用のレビュー用の服みたいなものを作ろうと前々から思っていました。で、今回まあ計らずもではありますが、動画の間隔がかなり空いたということで、これだけ動画を開けてしまったのであれば、その間にせめて時間を使わないとできないことを何か一つ形にしようと思ってこちらを作ってみました。実はですね、チャンネルキューブパーカーの他にチャンネルキューブティンシャツというのも作ってみました。ちょっとサンプルの箱から取り出したばっかりすぎて、ここにちょっと四角い折り目がついてしまっていますが、パーカーと違って青地に白抜きにしてあります。実はですね、チャンネルキューブはチャンネルアートとか、あとエンドカードなんかもそうなんですけど、地味にキーカラーを青に揃えてあるところがあるので、こちらの方がイメージに近いという方もいらっしゃるかなと思って、青いTシャツも用意してみました。というわけでですね、せっかく作ったので、今後はレビューの時にこちらのパーカーなんかを着てレビューをやっていきたいと思います。それとですね、こちらのパーカーとシャツに関してはもう一つお伝えすることがあって、まあこういったオリジナルのロゴなんかを入れたノベルティのグッズっていうのは作ってくれる通販サイトみたいなのがまあ結構あって、普通にネットで検索するといくらで何枚から頼めますみたいなのいっぱい出てくるんですが、今回はですね、そういったショップを活用して作ったわけではなく、実はこの2つのサンプルを作ってくださったのは YouTuber 事務所のUUUMさんなんですよね。実はですね、自分個人的に仲良くさせていただいているトイレビュアー仲間に、まあ、オタファさんとかレオンチャンネルさんとか、割とUUUMで成功されているビッグネームの方がいらっしゃるせいで、UUUMってもう何回も行ったんですよね。去年だけでも何回行ったかな。まあかなり六本木のオフィスに行かせていただいたことがあって、あのですね、ウームさんって業態がものすごい柔軟なんですよね。別に所属の人以外は中に入れないみたいなこと全然なくて、例えば所属の方が何か対談動画撮りたいですとか、もうなんかそういう動画に関わらないことでもちょっと集まりたいですみたいなことがあるたんびに、すぐオフィスとかスタジオとかを開放して中に人入れてくれるんですよね。なので自分も過去に何回も、こんなとこまで入ってきていいのみたいなそういうところにお邪魔したことがあって、スタッフの方とかも割と親しくさせていただいてるんです。で、そういった中でパーカーのサンプルとか作るの結構簡単ですよっていう風に声かけていただいて、それで今回これの実現につながりました。ちなみにこちらのサンプルを作るにあたってかかったお題はですね、こちらがだいたい5,000円、こちらが3000円か3000ちょいぐらいだったかな、そのぐらいだったと思います。普通一般のショップを使って全くのオリジナルで個人でこういうものを作った場合、1枚で作ったら単価はもっと全然高くなるはずなんで、やっぱり大きいところはすごいですね。ウームさんの話によるとですね、実はこのサンプルをもう作ったという時点で、これと同じものを直ちにサイトを使って販売できる仕組みがあるみたいなんですよね。あの、実はですね、このサンプルもサンプルとして特別な作り方で作ったわけではなく、そのサイトを使って1枚作ったっていうことみたいなので、あの、別に売ることとこのサンプルを作ることはUUUMさん的には全くやっていることが同じで、このサンプルと同じものでよければ別にすぐ売り出せますよみたいな話を実はもういただいてるんですが、あの、率直にズバリ皆さんに伺うんですけど、これもし売り出すとしたら皆さん欲しいですか？ちなみにお値段に関しては、あの、さっきちょっと言いましたけど、ウームさん的にはサンプルを1枚作ることも、たくさん作って販売することも、何枚作るかの差でやってることは同じらしいので、値段はまあおそらくですけどほとんど同じになると思います。パーカーの方が5000円で、こちらが3000円ということになるんじゃないかと思います。個人でこういうものを作ろうとした場合、50枚とか100枚から作らないといけなくなるんで、個人で在庫を抱えてしまうっていうのがちょっと厄介で、それでまあ販売っていうのお味噌はなかったんですけど、前にUUUMさんと話させていただいた感じだとですね、50枚とか100枚とかのロットをこなさないと損が出るみたいなことはなんかどうもないみたいで、かなり少ない枚数からでも別に損を出さずに販売可能らしいんですよね。ちょっとよく仕組みはわからないんですけど、なんかそういうことみたいなんで、割とちょっと希望が集まっただけで実現可能かもしれないので、もし5000円または3000円でこのあたりのグッズ本当に欲しいという方がいらっしゃったら、その希望をコメントに残していただけると販売が本当に実現するかもしれません。というか、ここまで視聴者の方向けのみにトークしてきましたが、あの、UUUMさんのスタッフの方、毎日この動画をご覧になっていたらですね、あの、この間のパーカー、この間のっていうか、まあ、これですね、これと、あの、先ほどの T シャツに関して、
販売の運びになった場合にはまた別途ご連絡を差し上げたいと思いますので、その説はどうぞよろしくお願いします。リアル業務連絡が炸裂してしまいましたが、こちらのですねチャンネルキューブオリジナルパーカーとチャンネルキューブオリジナル T シャツ、こちら実際に3000円または5000円で買ってみてもいいかな、欲しいかなと思う方いらっしゃいましたら、コメントにその希望を残していただけるとありがたいです。はい、というわけでですね、新年のご挨拶から始まっての近況の連絡とかプラモデルのご紹介とかをやって、最後にパーカーと T シャツのご紹介みたいな、ちょっと年始一発目から緩めの動画になってしまったんですが、いかがだったでしょうか。年末年始の忙しい時期が過ぎたので、またできるだけ短い間隔で動画出していきたいなと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のエンドトーク質問は、もうエンドトーク以前に本編の方で大事な問いかけを皆さんに投げかけたわけなので、全く別の質問を出してきたりせずに、そちらを繰り返しお伝えする感じにしたいと思います。皆さん、こちらのパーカーとかシャツ、こちらが5000円、こちらが3000円ぐらいの値付けで実際に販売されるとなった時、果たして欲しいでしょうか。もし欲しいという方、下にコメントを残していただけると嬉しいです。コメントの数によって実際に販売へ移行するかどうかを決めたいと思います。あ、ちなみにですね、ちょっと画面で見るとそれほど違いが気にならないかもしれないんですが、実物を目で見るとですね、この青地に白の色が入っているこちらは印字が割とパリッとしているんですが、こちらのパーカーはですね、全くの反対色である黒の上に白の字を入れているので、カメラだとそれほど気にならないように見えるかもしれないんですが、若干白の発色が薄めになっている感じなんですよね。オリジナルとは言ってもワンカラーにこういうワンポイントでマークが入っているだけなので、そのマークの発色がちょっと緩めだとあんまりグッズとしての意味がなくなってしまうと思うので、実際にこれ販売できるっていう運びになった場合は、全くの白ではなくてちょっとこの上から色をのせて塗装を二重にしたいかなと思っています。スポーティーなシルエットのパーカーに合っていて、かつ見えやすい色ということで、今考えているのがですね、皆さんボルトグリーンってお分かりになるでしょうかね。スポーツ用品とかお詳しい方だとボルトっていう色分かるかもしれないんですが、端的に言うと蛍光黄緑の薄い感じの色ですね。具体的に言うとですね、カメラでちょっと正しい色に映るかわからないんですが、こちらのアナザーカラーの方のワーディアンの緑、これみたいな色と考えていただけると大体正しいと思います。もちろんラメは入ってないですけどね。実際に欲しいというご意見がたくさん集まって販売できるという運びになった場合は、 T シャツの方はこのまま青地に白でいくと思いますけど、こちらのパーカーの方は白がちょっと印字が薄くなってしまうので、黒地に白ではなくボルトグリーン、薄めの蛍光黄緑のような色になると思っておいていただけるといいと思います。というわけでチャンネルキューブグッズ、皆さん欲しいでしょうか。ご意見お待ちしています。果たして欲しいっていう人いるもんなんでしょうかね。